5月の輸入車の登録台数レポートです。昨年の5月に比べると162.3%と回復基調を継続。ランドローバー、マクラーレンは追い風に乗りつつあります。コロナ禍前の水準には人伸び足らず、新型コロナウイルス感染症は一旦収まるかに見えたが、再び猛威を振るい始め、都市部では4月25日から3度目となる。 緊急事態宣言が発令。当初の予定期間では感染拡大が収まらず、6月20日まで伸ばされたのはご存知のことだろう。宣言下でのセールスとなった5月は、感染の心配がなく子で移動できる車の有用性と、海外は愚か国内旅行への行きづらさの反動もあり、高価格帯の買い物が伸びる傾向に、その一つとして、 車が選ばれていると分析されている。輸入車の新規登録台数を見ると、5月は2187台を数え、前年同月比で162.3%と大幅な回復になった。過去の5月と比較してみると、2020年は12,439台、コロナ前の2019年は23,273台を、 登録。2021年5月を2019年の実績と比べると86.7%に止まる。1月前の4月は2021年を2019年と比べると93.2%だったので5月は勢いがダウンした形になる。完全復活するにはもう少し時間がかかりそうだ。それでも第1回緊急事態宣言下の2020年5月と 比べれば、ほとんどのメーカーが大幅回復に転じており、マイナスになったのは、アバルト、同94.9%、ロータス、同60.0%、フェラーリ、同88.2%、ランボルギーニ、同63.3%の4社だけ。一方で好調なセールスを記録しているのが、クロカン4駆を原点に時代に合わせて進化してきた。 ランドローバーだ。ランドローバーラインナップの強み。ランドローバーは、本格黒ン 4WD からプレミアム 4WD までの幅広いラインナップが、SUV 時代にマッチした結果といえよう。またレジェンドブランドの本物の四駆が、イボークなら495万円から、本格オフローダーのディフェンダーは551万円から、買えるという短さも見逃せない。登録実績を振り返ると、 コロナショックの間はマイナスとなったが、2020年10月には盛り返して、前年同月比で155.8%を記録し、11月は150.7%と回復した。2021年は2月こそ伸び悩んだが3月から再びプラスに転じ、この4月は243.7%とジャンプアップ。5月は602台を登録し、 四百六六十点七パーセントをマークしたランドローバーの日本法人はこの結果について昨年の5月は1回目の緊急事態宣言が発令されて社会活動が停止したこととコロナ禍でイギリスでの生産が中断された状況もあり定調に終わりましたそのため今年は前年同期比で見ると数が増えていますと冷静に分析それでもモデル別で見れば ディフェンダーの本格的なデリバリーが始まったことにより、高結果を牽引しましたと、ブランド力がぶれない本格オフローダーをラインナップする強みが出た形となる。同じく、イギリス社では、スーパーカーメーカーのマクラーレンが、5月の登録台数で19台と、高価格帯ながら前年同月135.7%を記録。さらに、4月から5月に、 正規ディーラーで実施された新型車アルトゥーラのお披露目ツアーはカスタマーの反応が非常に良かったというデリバリー開始はまだ先になるから5月の台数には含まれないが2021年のキーモデルとなるこの軽量ハイブリッドスーパーカーをマクラーレン日本法人の正本義弘代表はどう見ているのかマクラーレン 来年では得られぬエンゲージメント。ハイブリッドの場合は、来年期間に対して、バッテリーとモーターという、避けられない重量増があります。これは、マクラーレンが徹底する、軽量化とは対極に位置するもの。それらを積んだだけのハイブリッドでは、マクラーレンではなくなってしまいます。軽量ハイブリッドスーパーカー、フェブを名乗る、新モデル、アルトゥーラについて、 マサモト氏はこう切り出した環境性能がちょっといいのでエンゲージメントが薄まりましたなんていう製品は出せないのです。マクラーレンが出す以上はモーターの特性、バッテリーの特性をどのように入れ込んでお客様に新たな価値を提供できるのかその発想が何よりもマクラーレン流だと思っています。そしてもう一つは他社の電動化とは スターティングポイントが違うということ。この10年間にわたり蓄積してきたカーボンモノコックの技術によって、モノコックを徹底的にさらに軽量化して、バッテリーのコンポーネントをしっかり入れられるスペースを作りました。これによって、普通のメーカーでは目をつぶらなければいけない重量増を完全に相殺しています。例えば他のメーカーは、 パワーが上がりました。でも重くなりましたという感じ。それがマクラーレンでは重量増を相殺することでバッテリーとモーターのいい部分をいかようにでも自由に使うことができる。アルトゥーラの実車を目にした顧客の反応はいいといううちのお客様は運転に対してこだわりの強い方が多いのでマクラーレン流のハイブリッドとはこうなんだというのを試乗車が揃った際には お乗りになって理解していただくことが大事。これまでのオイル臭いマクラーレンとも違う、先進のシステムを使った発想の新しさに興味を持つ方もいらっしゃる。社会的な地位が高いお客様もいますが、次世代のハイブリッドスーパーカーなら、ご自分の置かれた立場からも選びやすいと語り、エコという言葉にとらわれない電動モデルの登場に、 自信を伺わせた。日本におけるデリバリーが開始された暁には、どのように販売台数を押し上げるか注目される。5月の登録台数トップ10は最後に、5月の輸入車の登録台数ランキング、トップ10を見ておこう。5月の最多台数となる4327台を記録したのは、メルセデスベンツで、前年同月比では160.8%。 連続主位記録を75ヶ月に更新した。2位争いは激化し、BMW の2606台、同152.8%に対し、息を吹き返したフォルクスワーゲンは2603台、同162.2%と追い上げ、わずか3台差で決着がついた。4位にはアウディが1911台、同178.3%で続く。 5位はボルボが1ランクアップし、1198台、120.3%を登録。5位が定位置だった BMW ミニは60台、及ばぬ1138台、同108.8%でポジションを一つ落とした。フルラインナップの夫人で快進撃を続けるプジョーが1060台、同206.2%を登録し7位に上昇。8位は、 プジョーと入れ替わったジープが977台、同143.7%で位置する。9位には、新型ルーテシアのデリバリーが続くのが、625台、同199.0%を登録し、先月から一つポジションをアップ。10位には、進撃を続ける、ランドローバーが602台、同466.7%を登録して、 先月の13位から3つポジションを上げた。このトップ10の登録台数をコロナ前となる2019年の5月と比較してみると、プラスに転じたのは、ランドローバー254.0%、プジョー143.6%、ルノー126.8%、シトロエン118.8%と、 校長メーカーだけ。この他のメーカーのほとんどは2019年比では90%台に止まり、本当の意味での復活にはより長い期間を必要とするように見える。